武蔵野ゴルフクラブは東京都八王子市宮下町にあるゴルフ場である。戦後、第一次ゴルフ場建設ブームは東京の多摩丘陵地域でも同様だった。1958年からの7年間に11コースの新たなゴルフ場が誕生した。1957年2月頃、東京都八王子市宮下町と土吹町にまたがり、広がる山林20万坪に目をつけ、 ゴルフ場建設へと買収に動いた者がいた平和相互銀行を創業した小宮山常吉である。小宮山は元参議院議員だったが政治よりももっと大衆の傍らにある事業をと手をつけたのがゴルフ場作りだった。1959年6月20日コース設計をマルモの部活に依頼しコースの造成工事が着工された。ゴルフ場用地は山林の地形は 起伏よりも小さな谷の方が多く、大型ブルドーザーを使い土量を100万立方メートルほど動かした。1960年11月23日、造成工事は完了し、18ホールのゴルフ場が開場された。造成工事は手こずった土質が関東ローム層に石ころが混じる層で、芝付けがかんばしくなく苦労した。会場式でマルモは長靴を履いていたという、 雨が降れば、たちまち田んぼになると悪評が立った。小宮山は、金融事情視察のため欧米に出かけた際、ゴルフ場を熱心に視察し、帰国後の1962年1月、コース設計家の富澤誠作りに依頼して、コースの大改造に取り掛かった。同年5月から3ヶ月間18ホールをクローズし、着工した、走行時費1億5000万円と、 平坦なコースなら18ホールは作れる費用だった。1962年10月15日、コース改造工事は完成し、再開場された。小宮山が起こしたゴルフ場の専業企業、総武都市開発株式会社は、武蔵野ゴルフクラブを契機に、中山カントリークラブ会場、設計、丸も信活、川越カントリークラブ会場、設計、中村虎吉、 初友明、大竹敏郎、総武カントリークラブ会場、設計、富澤誠作り、そして、関太平洋に100コースを唱えて、株式会社太平洋クラブへと発展していった。2007年4月、民事再生法を申請し、総武都市開発グループは解体され、残り3社と共に独立行政法人となった。郵便番号192-0005東京都、 八王子市宮下町656番地鉄道道路。ありがとうございます。